はい、お待ちしました。コンブトラック縄張りバトルです。よろしくお願いします。ということで、今回はですね、ヒーロースロシアをこの間生放送でですね、ゲットしたので、ヒーロースロシアだけのバトルをしていきたいなと思います。よろしくお願いします。ちなみに、このスロシアを手に入れるのに、スプラトゥーンが発売してから約4年。手をつけてなかったから約4年なんですけど、普通のバケツとね、変わらず、色だけ、見た目だけね、変わるんですけど、ヒーローウォードってさ、強化できるじゃん。これも強化できればいいんですけどね。近づいてきたら倒せない。いやー、下がっちゃったな。あ、でもどんどん押し込めれば濡れるぞ。危ない、危ない、危ない、二人目来た。いっぱい出てきますね。あ、さらに来たよ。あ、待って、外した。やばい、死ぬ、これ、死んだかも。あー、危ねえ。危ねえ。ミサイルだからな、全員。この武器ミサイルなんよ、スペシャルが。なんかさ、バケデコの方がさ、使われるんですよ、縄張りバトルって結構。ナイス。ここ。よしよしよし。これ9番ボムだけで塗れるのでかいから。あ、裏取ってる。上。めっちゃ逃げてく。なんか届かん。あ、味方伸びちゃった。はい。あ、OK。意外と当てるの難しいな。まあでも射程だけ長いからな、ちゃんと射程使っていこう。OK、ちょっとマルチミサイルいなして、ミサイルがね、厄介なんだよね。なんかどの武器も、危ない。どの武器もミサイルはちょっと厄介。気になっちゃう。気にしすぎちゃう。よいしょ。これ下からやれるんだよ。ナイス、ピンチついてるぞ、相手。やれないかな、無理か。ちょっとミサイル溜めちゃって、よいしょ。撃退。あ、見えてるよ、ミサイルで見えてるよ。うい。見えてるよ。いやー、やっぱ縄張りバトルってね、意外とバケツ使われるよ、この武器。まあでもどちらかというとね、バケデコの方が使われるのかな。なんだっけ、ハムスターの方、なんだっけ、イカスフィアの方。イカスフィアなら化けデコだ。デコのが使われるんよ。あ、俺結構吸盤も好きなんだけど。ナイスナイスナイス、うまいうまいうまい。ここいるね。あの子ちょっと二人で倒したい。これ。うわぁ、なるんだ、なった。いや、せっかく手に入れたもん。てか、あれだよな。他の人もみんな化けデコなんでね、化けデコじゃねえや。ヒーロースロシア。みんな頑張ったんだろうな、これ。意外とね、取るのね、大変。大変。なんか毎回ヒーローモードやらなきゃいけない。大変ですよ。ああ、また来てる。うれえ。最後、キル取れなかった。まあでも、塗り方じゃないかな。意外と9番ボムが塗れるから。ありがとうございました。よし。まあ、この武器、縄張りで楽しいかもしれない。はい、ステージ変更しまして、天美術大学です。よろしくお願いします。そう。プライベートマンチでですね、この、バケツ、持ってる人集めたんですけど、意外といました。なんか、少ないかなと思って。まあ、ヒーローモードの中でも、なんだろう、この武器と北斎、ヒーロー北斎、ヒーローブラシか。ごめん、持ってないからまだ何も言え、名前わかんないんだけど、多分ヒーローブラシが結構後ろの方にありまして、意外と持ってる人少ないっていうか、ヒーローモードを何度もやる人って、あまりね、少ない気がするんですよ。やっぱ縄張りとかガチマッチやっちゃうからさ、面白いからね、スプラトゥーン。あ、チャンス。やった。これミサイル撃ってる人をさ、狙い撃ちできる。ミサイル絶対撃ちそうな人を倒す。あぶねえ、もうミサイルがすげえな。だって俺も撃ちたい。で、ちょっと一回スペシャル貯めて、俺も撃ちたい。あ、二人か。今三人いたためだ。二人か。あ、やばい、当たんない。いやー、あっちも当たってなかった。ちょっと、あ、でもバケツ撃ちすぎるんで。よしよしよし。バケツは本当に上からも下からも戦えるから。うれ。なんか変な感じするね。スプラトゥーンってさ、
なんか銃でインク飛ばすイメージがあるからさ、こう上からバケツのインクが落ちてくるってすごいなんか変な感じがする。まあ同じ武器ですからね。やばっ、ね、当たるそう、ここ。あっ、 OK。 あー、うまい、くそーくそー、今やれない、頑張れ。あ、でも真ん中取れてる、そのまま。そこも濡れてないとこだけ塗っといて。あー、ありがたい、押さえてくれてる。こういう時はね、高台取る。え、当たるんだこれ、やったー、危ない。そのボムはちょっと厄介だな。ここちょっと怖いね。警戒だけしとこう。乗るかな。よしよしよし。ド潜伏かました。怒られそう。怒ってそう。ちょっとミサイルでいなしてるよ。おい。あと一発なんだよな。ああ当たる。そっか、バケツか。車線切ったつもりが、あ、やばい、この時間のです、やばい、これまずい、ごめんみんなごめん、ダメな時に死んでしまった、出たな。オッケーオッケーオッケー、ちょっと倒して、待てるよ、よし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 これだけ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 オッケー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 、よし、ぬれ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 、インクレ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 、まあ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 、いや俺結構バケツ好きだわ、この武器使ってると。ちょっとなんかスプラっぽくないからさ、せっかくだし、なんか高低差あるステージでやろうかな。なんかスプラっぽくないよな、本当に。ありがとうございました。はい、ちょっと考えたんですけど、立ち用パーキングが高低差っていう高低差がすごいある。なんか普段はそんなに好きじゃないタチオパーキングなんですけど、ね、チャージャーとかがね、増えてなんか登りづらくなりますからね。でもバケツしかいないし、なんだろう、こう、スプラのインクが落ちていくとこすごい新鮮なのでね、タチイユにしました。最初ちょっと壁を塗っておく。あそこ塗っておくことによって、後で登りやすくなると。で、ミサイルがやばい、ミサイルがやばい。死ぬ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 。オブの。え、オブの。ミサイルがエグいですね。あ、やった、全然当たった。全然当たったぞ。下がってったね。やれるか。ほら、全然当たったね。全然当たらなかった。ちょっとミサイルがきついかな。危ない。で、味方頑張ってるんで、一緒に登っちゃいた。あ、なんかすれ違った。いやー、ごめん、すれ違っちゃった。わー。運量。やっぱ登らせてくれないね、ただでは。ここでね、イカスミとかあったらね、ちょっとだけでも登りやすくなるんだけどね。ミサイルがやばい、これ。みんなミサイルが、飛んできそうだね。ほい。いなしてすごいな、すごいな、これシューターがいないな。あ、オッケーオッケーオッケー、倒した倒した倒した、これ今できるぞ、これ。よし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 、これ登れて、待って、登りた俺、いや登っちゃう、ナイスナイス、登るわ、ほい、まで行ったらでかいぞ。一旦ミサイルした。いやー、ボムがえぐい。うわ、ボムがえぐい。でもここキープしてるだけでも相手うざいと思うんだよな。オッケーオッケー、味方もキープか。来ないか。え、落ちてた。ラッキー。ラッキー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 。そのまま上から行っちゃうか。あ、当たった、やった。これがバケツよ。これが。これがヒーローバケツ。壁使ってね。あと一発。え、オッケー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 。はぁ、来てる。ほれ。なぁここまでしか登れなかった。あ、でもバケツらしいことできて、俺は。
嬉しい。やばい、みんな登ってきてくれてる。あ、逃げるな逃げるな。やった、ピンチついてる相手。あ、また来たろ。逃げてきたな多分。いやー、ちょっとだけでも登れたのは嬉しい。ありがとうございました。やっぱりあれやな、ヒーローバケツ4年間かけて手に入れただけあるな。これは面白かった。